エリー鉄道はニューヨークとエリー港を結んでニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、オハイオ州、インディアナ州、イリノイ州で運行していた鉄道会社である。ニューヨーク州南部、特にビンガムトンやエルマイラの開発と経済発展にとって大きな影響を及ぼした。アメリカ合衆国の鉄道の黄金期にエリー鉄道の財務状況は上下していたものの、 概ね利益を上げており、結果として、クリーブランドやシカゴへ延長することができた。1960年に、エリー鉄道は、デラウェア・ラッカワナエスタン鉄道と合併して、エリー・ラッカワナ鉄道となり、1976年には、コンデールの一部となった。1983年にメインラインを含む、残りの部分は、ニュージャージートランジットの鉄道路線となった。 1834年の計画路線図ニューヨークエリー鉄道はニューヨークの北にあるハドソン川沿いの町ピアモントとエリー湖沿いの町ダンカークを結ぶ計画でニューヨーク州知事エノストループから1832年4月24日に特許を得た。1841年2月16日にはデラウェア川の西側でペンシルベニア州の北東側角の部分を通過する許可を得た。 建設は1836年に始まり、ピアモントからゴーシェンまで1841年9月23日に開通した。財務上の問題を何点か乗り越えて、1846年8月に建設は再開され、次のポートジャービスまでの区間は1848年1月7日に開通した。さらに1848年12月27日には、 ビンガムトンへ1849年1月1日には大江越へと延長され、ダンカー,ークまでの全区間は1851年5月19日に開通した。ダンカークではエリー湖を渡り、ミシガン州デトロイトへ連絡する機船に接続していた。この路線は6フィートの後期で建設された。これは他の路線へ輸送が流出するのを防ぐ。 1848年には、ペンシルベニア州レーンズボロニスタールッカクリークを横断する石像のスタールッカ高架橋が建設された。これは現存しており使用されている。この高架橋は、長さ1040フィート、高さ100フィート、軌道面での幅25フィートある。ペンシルベニア州で現在も使用中の石像鉄道橋としては、最古のものである。 1845年4月8日には、ハリマンの近くで本線から分岐して、北北東へハドソン川沿いのニューバーグまでを結ぶニューバーグ支線を建設する鉄道特許の追加を受けた。この支線は1850年1月8日に開通した。この路線は後に、川の対岸にあるビーコンと結ぶ鉄道橋家により、ニューヨークニューイングランド鉄道との連絡に、 使用された。パターソンラマポ鉄道とユニオン鉄道は1848年に開通し、ラマポのサファーンでニューヨークエリー鉄道と接続して、ニューヨークのハドソンガー対岸にあるジャージーシティまでを結んだ。投資の乗車券発売は1851年に開始されたが、期間が異なっていたので、ラマポで乗り換えが必要であった。1852年には、 ニューヨーク &LE 鉄道は、この2社を、パターソンハドソンリバー鉄道と共に借り受け、後期の列車を走らせられるようにする参戦機場の工事が完了した後、1853年11月から、ニュージャージー鉄道のジャージーシティのターミナルへ、ニューヨーク &LE 鉄道の列車が乗り入れるようになった。1852年に、ニューヨークセントラル鉄道の鉄道網の一環を、 構成するバッファローロチェスター鉄道がバッファローとバタビアを結ぶ新しい路線を開通させた。この新線のうちバッファローからアッティカまではニューヨークエリー鉄道傘下のアッティカホーネルズビル鉄道を再構成したバッファローニューヨークシティ鉄道に売却されニューヨークエリー鉄道と同じ後期に改めきされた。 アッティカから南東にホーネルズビルまでの延長は1852年11月17日に開通し、これによりニューヨーク &LE 鉄道はダンカークより優れた終点であるバッファローへ到達することができた。ニューヨーク &LE 鉄道はシェマング鉄道の運行を1850年に開始し、これによりホースヘッツから北へワトキンズまでの視線を得た。さらにキャナンデーグ エルマイラ鉄道が機体の延長として1851年にワトキンズからキャナンデーグアまで開通しニューヨークエリー鉄道が1853年まで営業したこの時点でエリー鉄道はセマング鉄道をキャナンデーグアンドエルマイラ鉄道へ転開したキャナンデーグアエルマイラ鉄道は1857年に破産し1859年に エルマイラ・キャナンデーグアナイアガラ・ホールズ鉄道として再建され、破産中の1858年にニューヨーク・エリー鉄道に返却されていたシェマング鉄道はこの時点で再び転開された。1855年の路線図、キャナンデーグアナイアガラ・ホールズ鉄道はこの路線をさらに、キャナンデーグアからノース・トナワンダまで延長し、そこからバッファロー ナイアガラフォールズ鉄道からの線路使用権により、ナイアガラフォールズまで、そしてナイアガラフォールズ橋を渡って、オンタリオ州へとつないだ。この路線も1853年の開通から、キャナンデーグアエルマイラ鉄道によって借り受けられたが、破産した後1858年に返却され、ナイアガラブリッジキャナンデーグア鉄道として、再建されニューヨークセントラル鉄道によって、 借り受けられた。ニューヨークセントラル鉄道はこの路線を標準機に改築してニューヨークエリー鉄道を締め出した。ニューヨークエリー鉄道は蒸気機関車の燃料を得るためにペンシルベニア州のエルク軍、ジェファーソン軍、クリアフィールド軍などの丹田へ向けて南へ進んだ。こうした動きは1859年2月26日に2つの鉄道会社を合併して バッファロー・ブラッドフォードピッツバーグ鉄道を発足させたところから始まった。この新しい会社はニューヨークエリー鉄道によって支援されていた。バッファロー・ブラッドフォードピッツバーグ鉄道はニューヨークエリー鉄道の本線からニューヨーク州キャロルトンで分岐し25.97マイル走ってペンシルベニア州ブラッドフォードまでを結んだ。 歴性を産出する鉱山のあるジャイルズビルまで1866年1月1日に開通した。建設費がかさんだために1859年8月にニューヨークエリー鉄道は倒産し、1861年6月25日にエリー鉄道として再建された。これはアメリカ合衆国において主要な幹線鉄道が倒産した。 最初の例であった。1863年に、エリー鉄道は、バッファロー・ニューヨークエリー鉄道と、その子会社ロチェスタージェネシー・バレー鉄道を借り受け、それを、ペンシルバニア鉄道の子会社ノーザン・セントラル鉄道と、共同で運営した。バッファロー・ニューヨークエリー鉄道は、旧ニューヨークエリー鉄道の倒産を受けて1857年に、バッファロー ニューヨーク市で鉄道を買収し、そのアッティカイ,セイの路線を自社のコーニングからバッファローへ到達するために使用した。ロチェスタージェネシーバレー鉄道は本線からエーボンで分岐し、北へロチェスターまでを結んだ。こうしたことにより、フィラデルフィアとバッファローを結ぶ路線が形成された。この時期、ノーザンセントラル鉄道はエルマイラウィリアムズポート鉄道を借り受けて、 エルマイラから南へ、ペンシルベニア州内の路線をこの経路の一部としていた。ホーネルズビル経由の路線をエリー鉄道が使用する料金が高すぎるという論争があり、またエルマイラで機関が断絶しているという問題があったため、この契約は1866年に解消された。エルマイラジェファーソンキャナンデーグア鉄道と、その子会社となっていたシェマング鉄道は、 ノーザンセントラル鉄道に譲渡され、ノーザンセントラル鉄道の標準機の列車が運行できるようにするために参戦機上化された。ナイアガラホールズ橋へ再び到達できるようにするために、エリー鉄道はサスペンションブリッジエリージャンクション鉄道を設立して1868年に路線特許を得た。この路線は1871年に開通し、 バッファローの東からトナワンダへ結んで、そこからニューヨークセントラル鉄道参加のバッファローナヤガラフォールズ鉄道に沿って橋までを結んだ。エリーインターナショナル鉄道は1872年に特許を受けて1874年に開通し、これによりインターナショナル場所への視線ができ、ロックポートバッファロー鉄道は1871年に 特許を受けて1879年に開通し、これによりロックポートへも視線ができた。1860年代に発生した通称エリー戦争では4人のよく知られた資本家が会社の支配権をめぐって争った。コーネリアス・バンダービルトがダニエル・ドルー、ジェームズ・フィスク、ジェイ・グールドなどと争ったが、グールドが最終的にこの構想に勝利した。 しかし1869年のブラックフライデーに、まつわる金と、1869年に、エリー鉄道は、主な鉄道工場の施設を、ダンカークからバッファローへ移転させた。ダンカークの工場施設は解体されることなく、かつてのニューヨークエリー鉄道の主任技師長で1851年に、ダンカークへ最初に運転された列車を運転した。 オレーショブルックスに貸し付けられた。ブルックスはこの工場施設を利用してブルックスロコモティブワークスを創業し、後に1901年に他の7つの機関車メーカーと合併してアメリカンロコモティブとなった。アルコは1934年までここで蒸気機関車の申請を続けたが、最終的に1962年に工場は完全に閉鎖された。 1884年の路線図、エリー鉄道は相変わらず、利益を出すことができず、倒産して1878年に売却され、ニューヨークレイクエリーウェスタン鉄道となった。ニューヨークレイクエリーウェスタン炭鉱鉄道会社は1881年から1882年に、かけて29.68マイル路線を南へ、延長して、ペンシルベニア州ジョンソンバーグへと結んだ。 この路線にはかつては重要であった金沢橋を含んでいる。1883年にはサラマンカから西へ走るニューヨークペンシルバニアオハイオ鉄道を借り受けてニューヨーク州より西へと拡大した。結果的にニューヨークレイクエリーウェイスタン鉄道はシカゴへと到達することになった。1886年にエリー鉄道とレディング鉄道は ジャージーシティにおける両社の2つのターミナルでフェリーの運行を共同化した。平日及び土曜日には1日11往復、日曜日には1日4往復であった。ニューヨーク州ジェームズタウンの駅、1909年頃1893年にニューヨークレイクエリーウェスタン鉄道は再び倒産し、1895年にエリー鉄道として再建された。 1897年には、エリー鉄道は、ペンシルバニア鉄道から、ジョンソンバーグから、ブロックウェイまでの27.76マイルの線路使用権を得た。1907年5月1日には、エリー鉄道はさらにバッファローロチェスターピッツバーグ鉄道から、ジョンソンバーグの北にある、ペンシルベニア州クラリオンから、ジェファーソン郡にある後にクレーマーと呼ばれる。 エレアノラジャンクションまでの線路使用権を得た。この路線の延長は50.67マイルであった。ジョージ・パーキンスは1910年にフレデリック・アンダーウッドをエリー鉄道に連れてきて社長とした。1913年の東部鉄道ストライキの間にはアンダーウッドはニューランズ開拓法に基づく仲裁人によってなされたいかなる規定も受け入れると、 表明した。エリー鉄道の従業員の要求には賃金の20%増があった。エリー鉄道の経営陣はこの賃金増を拒否したが、従業員に対して1915年1月まで、さらなる進展を待つように依頼して妥協した。組合の代表は、この妥協に同意した。しかし列車乗務員 UI 組合の総裁であった WGD は、 エリー鉄道と交渉する唯一の方法は、JP モルガンや銀行を通じた方法であると主張した。アンダーウッドは、ウィスコンシン州ウォーアトサの自宅から、私がエリー鉄道を経営しているのだ。ジョージ・パーキンスでも、JP モルガンでも、他の誰でもないと返信した。1920年代半ば、バン・スワリンゲン兄弟が、エリー鉄道の支配権を握り、 機関車や鉄道車両の標準化など運営を改善して収益を上げた。1938年には、エリー鉄道は有名な合衆国際高裁判所の判決、エリー鉄道隊トンプキンズ事件の当事者となった。この件は、連邦各州で法制が異なる時の州法の適用に関するものとして、今日でもアメリカの法科大学で教えられている。 1948年9月15日、クリーブランドユニオンターミナルズ会社は、エリー鉄道の古い駅の代わりに、ターミナルタワーに隣接するユニオン駅を使用することを許可した。エリー鉄道では、蒸気機関車の最終運行は1954年5月17日のこととなり、ジャージー式とニューヨーク州、スプリングバレーを結ぶ通勤列車を、 K1 型パシフィック機2530号が、牽引した。1958年、エリー鉄道は、ハドソン川沿いのターミナル駅を、パボニア駅から、工房県駅へ移転した。1960年には、デラウェア・ラッカワナウェスタン鉄道と合併した。新会社名は、エリー・ラッカワナ鉄道となった。エリー鉄道は、多くの愛称付き旅客列車を運行していたが、 ペンシルバニア鉄道のブロードウェイ特急やニューヨークセントラル鉄道の20世紀特急ほど有名でも成功を収めもしなかった。エリー鉄道の中でも有名な列車としてはエリー特急、レイクシティズ、パシフィックエクスプレス、アトランティックエクスプレス、ミッドランダー、サザンテアエクスプレス、マウンテンエクスプレス、タキシードといったものがある。 ヒュージュエットエリー鉄道の歴代社長を一家に示す。ありがとうございます。